スポンサーの方々でありましたり、サプライヤーの方、スタッフの方、そして今目の前に座っていらっしゃるメディアの方々、そして友達だと思っています。これからこの感謝の気持ちをブラジルの舞台の上で神山マリアとして表現して、それを形にして皆さんの前で出せたらと思っています。どうぞご声援よろしくお願いいたします。日本大会で優勝が決まってから2ヶ月が経つんですけれども、その中でウォーキングのトレーニング、それからメンタルのトレーニング、そしてスピーチのトレーニングですね。で、一番力を入れているのはスピーチのトレーニングと体作りのトレーニングです。ナショナルコスチュームは今回は椿と刀というテーマで着させていただいたんですけれども、ちょうどそうですね、椿っていうのは飾らない美しさを表す花でもあるようなので、私自身飾らずに舞台で自分を表現できる、そんな衣装だと思ってます。あとは腕のところにちょうど日本の国旗の赤がついていて、全体が白ベースなんですけれども、一致団結した日本の強さですとか、そういうものを、洋服とあとは刀で女性の強さっていうのを表現できたらと思っています。そうですね、私自身とても今年は責任が大きい年だと思っていますので、まずは本当に勝ち負けに関わらず、もちろん勝ちには行きたいんですけれども、その前に世界の皆様に、私が一番言いたいメッセージ、ありがとうということを最初に伝えたいと思っています。これが私の日本代表としての使命であり責任であると強く思っています。自信は 100% で世界大会に向かいます。今はまだその途中です。